小さな一言で救われる時があります。私が事務部にいた時に、文字通り毎日職員の前でも業者さんの前でも怒鳴られて怒られていました。神様の証どころではありません。ところがある時、教会の牧師夫人がいらして、その怒っている上司の方についてこう話されたのです。〇〇さん、変わったの、笑顔なかったの、あなたのおかげよ、と。心の中で怒られているだけなのだけど、と思っていました。この牧師夫人の言葉は今でも心に残っています。そしてその時の私を力強く支えたのでした。各地団の希望、良きサマリア人のところにこのように書いてあります。霊の人であるあなた方は柔和な心を持ってその人を正しなさい。信仰と祈りによって敵の力を押し返しなさい。傷ついている人に癒しの香油となるような信仰と勇気の言葉を語りなさい。たった一言の親切な励ましの言葉で勝利するように力づけられたであろうものを、人生の大きな戦いに弱り果て落胆してしまった人々がどんなに多いことだろう。我々は苦しんでいる魂のそのそばを通り過ぎる時には、必ず自分自身が神から慰めてもらった慰めをその魂に与えるように努めなければならない。箴言25章の聖書の御言葉です。折にかなって語る言葉は銀の彫り物に金のリンゴをはめたようだ。